宮城学院上司大学は宮城県仙台市青葉区桜川丘9-1-1に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された大学の略称は旧学もしくは MG。創設者を同じくする東北学院 TG とは姉妹校である。2016年度より従来の一学部中学科から四学部旧学科へと学部。 学科構成を大幅に変更した。エリザベス。アールプールボーエリザベスアールプールー宮城学院。初代校長女子教育を行うミッションスクールの一つ。日本最初のプロテスタント教会である日本。キリスト教会の設立に関わった、押川正義と、1885年に来日した、アメリカ人ドイツ改革派教会宣教師の、 W.E. 法医が女子に対する高等教育の必要性を痛感したことから彼ら二人が中心となって1886年に福音主義キリスト教に基づく私塾である宮城女学校を宮城県仙台区に開校したことが始まりである1946年には組織の拡充に伴い公明を宮城学院に解消現在は幼稚園中学校 高等学校、大学、大学院を有する総合学園となり、2011年に創立125周年を迎えた。同窓生は延べ8万5000名を超えており、国内外において様々な領域の第一線で活躍する OG も多い。北日本の私立女子教育界においては、最も伝統と実績がある最古の女子、総合学園である。 併設の中学校や高等学校との連携した一貫教育における教養教育を重視しており、特に音楽家は宮城女学校時代に設置された歴史を持ち、長らく北日本における唯一の学科であった。宮城学院では、福音主義キリスト教の精神に基づいて学校教育を行い、神を恐れ敬い、自由かつ謙虚に真理を探求し、 隣人愛に立ってすべての人の人格を尊重し人類の福祉と世界の平和に貢献する女性を育成することを見学の精神として創立以来守っている。また見学の精神を受けて神を恐れ隣人を愛するをスクールモットーとしている。詳細は奨学金を参照給付型対応型国外編集国際学術交流等協定広告内 編集構想を同じくする同大学とは関係が深い。同じ頃に設立されたキリスト教主義女子大学である神戸女学院大学との間で国内交換留学協定を締結。2014年度より学生の相互派遣、受け入れ開始。ありがとうございます。